こんにちは、山田です。この番組はですね、キャリアコンサルタントで空道という武道をしております昭和40年男がキャリアや武道の話をしていきます。面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。今日はですね、武道の話ということで、私はですね、先日行われました2022年全日本空道シニア選抜選手権大会に出場してまいりました。こちらの大会なんですけれども、東京のですね、国立代々木競技場第2体育館という素晴らしい会場で行われました。結果ですね、私今大会ですね、軽中量級で準優勝ということでございました。こちらトロフィーをいただきました。思えばですね、2015年に初めてシニア選抜に出場して、足掛け8年ですかね。途中、コロナで大会が行われなかった時もありますから、7回目の出場でですね、初めて入賞できましたというところなんですけれども、その間シニアのレベルっていうのは決して下がってない、もしくは上がってるというふうに思っていますので、僕自身がテーマにしている自分自身の最強というのはですね、今回更新できたかなというふうには思っております。今回テーマとして自分で掲げていたのはですね、点を線にというところで、勝つ人っていうのは動きが点ではなく線になっている、自分は点になっている、これをどうつなげていくかというところが前回の大会の反省であり、今回のテーマとして自分の中では、そのつなぎの動きであるとか、自分が都合よく動くために何をしていくかっていうところ、やることとやらないことを決めて、自分が不利になった時にどう動いていくかっていうところも想定しながらシミュレーションしていくというようなところ、実際にその通りできたかっていうと、あんまりできてない部分もありますが、試合前の精神状態という意味で言うと、今までで一番落ち着いて試合に臨めたかなというふうに思います。それはやはり自分がやることが決められたっていうところ、いい意味で開き直れたっていうところが一番大きかったのかなというふうには思っていますので、やはり自分なりにこうテーマを持つっていうのはすごく重要なのかなというふうに改めて思っています。実際ですね、試合前に考えていたことで、できたこと、できなかったことっていうのがあるわけなんですけれども、動きとしては自分はもうサウスポースタイルに変えて、スイッチも入れながら動き続けるということをやってみたわけなんですが、それはある程度できたかなというところではあります。ただ自分のテーマとしてますハイキックとか、結構これ練習もしたんですが、なかなかできませんでした。で、今回ですね、実は強烈に思い知らされたことがありました。これが決勝なんですけれどもね、決勝はですね、関西総支部の同門対決ということで、谷口先生試合をしたんですが、谷口先生はですね、もともと他流派でものすごい実績のある方なんですね。で、そういった方がですね、一から空道を学ぶというところで入門されて、もう人間的にも非常に素晴らしい、本当に尊敬すべき武道家の方なんで、そういった方とずっと練習してきて、決勝でね、戦えたっていうところは感慨深いものがありました。ただ試合なのでガチでやったわけなんですが、実際にはですね、僕はしのぎ合いをしたいなと思ってたんですが、結果的にはもう一方的にもうボコボコにやられましたと。力の差と言ってしまえばそれまでなんですが、最初にですね、僕が左の下段蹴り、僕はサウスポーなんで左の足で相手の前足を内側の方インローを蹴ったわけです。それを谷口先生に受けられたんですが、その受けられた一発がですね、あまりにも強烈で、それで僕はあの足が痺れてしまったんです。正直痛さでちょっと心も折れかけたっていうところです。単なる受けなんですよ。でもやはり速報がもともとすごい人なので、一発一発の動きっていうものに相手を倒す力っていうのがやっぱり秘められている、破壊力の高さっていうのがもうまざまざと実感をさせられたっていうところ、それで正直気持ちも折れかけたぐらいでした。でその後はもう本当にボコボコにやられましたというところなんですが、自分もずっと稽古をしてきて、2分間っていう試合の中でややもするとポイントを取るっていうことに意識がいってた部分があったかなっていう、この一撃でですね、改めて僕らがやってるのは試し合いで
ぱあるけれども、やっぱり倒し合いなんだな。だからこそ相手にダメージを与えるだけの攻撃力を持たないといけないんだなというところです。これはもう痛感を本当に思い知らされました。次のテーマはですね、1個でも2個でもやっぱり相手にしっかり効かせられる、ダメージを与えられる攻撃をですね、身につけたいなというところ、いくつか、ね、今考えているというところでございます。最後になりますけれども、今回改めてですね、空洞の素晴らしさというものを実感できたかなというふうに思います。いろんな人たちがそれぞれの思いで参加をして、そこでこうしのぎを削るっていうことができる環境、そういったこう精神性みたいなところもありますし、そしてまあやっぱシニアの人たちですね、ずっとまあ SNS で連絡を取り合いながら、試合場ではね、なかなかやっぱりこうお互いに試合をするんでゆっくり話したりはできないんですけれども、ちょっと交わす言葉であったりとかね、そういうものの中に勇気をもらったりっていうところ、まあ、もちろん試合後もまた連絡を取り合ったりしてるわけなんですが、本当に素晴らしい仲間がいるっていうところ。そしてですね、今回は関西総支部4名で全国大会に臨んで、そのうちの1人は決勝で戦った谷口先生なんですけれども、僕のセコンドには須崎さんがついてくれたんですが、須崎さんはですねすごい人で、40代後半ですけれども、シニアではなくてね、一般にエントリーをして3分の試合、レガースなしの、試合に出場されてね、相手20代だったと思うんですが、前半すごくいい打ち合いをして、まあ、最後ねちょっとグラウンドで取られてしまったんですけども、で少し肘も痛めてしまったんですが、それにもかかわらずですね、僕の試合の3試合全部セコンドについてくれました。そこでの指示がすごく的確で、僕は本当に試合中ですね、戦ってるのは僕なんですが、一緒にこう戦えてる、そんなこう気持ちで戦うことができて、すごく感謝をしております。試合中にはですね、師範代も、まあ、いつもお世話になってるね、山田先輩もいらしてて、声をかけてもらったり、したんですけど、改めて総支部っていうもののこう一体感みたいなものを感じながらですね、試合をできた、すごく心強かった、仲間と一緒に戦ってるっていうような感じを得られたかなと思います。本当に空洞も、シニアのメンバーも総支部も、最高だなというところなので、またですね来年道着を着て試合の場に立ちたいなと、そして次はですね倒し合いっていうものに臨める自分でいたいと、それを目標に頑張りたいと思います。おっす。